はい、皆さんこんにちは。ファミツアップ編集部のダーザン・ババゾノです。そしてファミツアップ攻略館タイガー桜井です。ファミツアップ攻略館宮本です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで今日は、はい、レイン2がジューシー、レイン3になったということでよろしいですか。そういうこと。4体いない3つ。レイン4、レイン4、おお。あれ実質3つだ。あれ実質3つですね。じゃあこのリンツの性能見てみましょうか。攻撃型のアンチだ。全方ショットガンにワンロックオンワンウェイついてるしね。うわあ、強いっしょ。全く姿変わりましたね。リンツ、ツーの姿。さっき俺もこうなると思わなかった。びっくりした。リンツ四つんぼになってますからね。神に昇格してるから。あ、本当だ。神になったから。神になってる。いわば神みたいなもんだ。これ置いといて。三つこちらですね。はい。三つって聖騎士だったんだ。知ってた。お、戦士かと思った。戦士。ねえから。ねえから。武闘家とかだと思ってた。いやねえから。ねえな。あ、武闘家ってないっす。ない。ファイターはファイター。あ、ファイター。そうだ。ファイターファイターかと思ってたね。ファイターだと思うんですよね、はい。現状キライルアンチワープに、そう貫通になったんですね、うん、ついにあのリン2も人を貫くことができました。で貫かなそうだけどね、見た目。いや、この足見て、わかんねえ、足どうなってんのこれ。足ね、あー、これモンマガじゃないとわかんないよ。モンマガじゃないとわかんない。なんか分かった。でもなんか片っぽ後ろ向いてて、片っぽ膝を曲げてギュッとこう、トンファーって躍動感。あ、トンファー。じゃあトンファーキック今からしようとしてるってことですか。なんかクーンってやった時になんかそのすごいなんか流星群みたいなのついてきた。ホントだ。じゃあこれトンファーキックじゃなくて普通にトンファー殴りしてるってことですか。殴りしてる。強戦士、強投手。リン2ってさ、足技だったよね。足技だった、足技だった。足技捨てたの。捨てましたね、これ。ついにやっぱ殴った方がいいって。殴った方が効率いい。殴った方がいい。あ、そっか。ジョーファーキックやめちゃったんですね。武器使った方がいいわ。で、エナサ M の爆発に、多数のホーミング弾を放つになりました、SS が。これがね、なんかね、今まで重心かけらってさ、プラス4だったらプラス8なんだよね。ほんとだ、不思議。というわけで、今回は挑戦するのはフェンリル。行こう。そう、フェンリルね。チケットクエストね。チケットクエストフェンリル。そう。あれっすよね。ロイゼも使えばよかったっすよね。まあまあまあ。確かに。すいません、ちょっと間違えました。気がつかなかった、そう。気づかなかったっすね。まあでも、あんまりタチボコボコしたら。そうっすね。結果俺。結果俺です。よし、じゃあ、行きまーす。行こう。いやー、ほんまに気になるなぁ。そんな方がいいです。これ1枚だから、ちゃんとこれで。見せないと。チケットこの1枚しかないよ。神を食うローガのジャコ。なんで読もうと思ったの。オラゴン入れないの。オラゴン入れたら、でもチケットクエストになるのかな。わかんない。まあとりあえず、はい、とりあえずじゃあ先どうしようかな。弱点突っ込むから。一旦ね、一旦弱点突っ込んで、一旦突っ込んで貫通だし。でもさ、フェンリルってさ、これ1面結構難しかった。お、30ですね。嘘、100万だぞ。これじゃあ弱点突っ込みます、みんなで。弱点みんなで突っ込む。あれか、ごまぞろさん話したのが気がする。いや、俺はまあ気合いだよ。おおおお、あれ、これやったか、これやったか。あれ、ワープ出た、ワープ出た、ワープ出たよ。これ困る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 、やばい、ワープ困るよ。あー、オンチワープ。マジで。やべえ。神は何、二物を与えてしまったってやつ。アンチワープと幻獣キラーという二物を与えてしまいましたね。いいのかこれ。本当に。サブ友情の爆発も便利だよね。便利ですね。サンタはいらないから。うん、サンタはいらない、確かに。さあ、シレット、プロメテウスが。早い終了。どうしよう、プロメテウスに当てたくないな。当てろよ。じゃあ当てない努力しよう。なんか緑のレーザーです。緑のレーザー、なんか緑。あ、当たった当たった。おーし、これ難しいぞ、当たんないの。これは当たんないように爆発でも。あー、これ難しいな、当たっちゃうから。でも V 字で、多分 V 字で。あ、当たってる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 。爆発だからね。よし、爆発だからね。いいじゃん、これ次中ボス左下っすよ。お、
来たかったらガシガシできる。よし、お前かい。えい、ロングチェイス友情強いっすね。こういう火が出すね。これがプロメテウスなんですね。あ、トリキラーだけじゃないと。そう、カメカの方も忘れないでってね。やっぱりこっちだろ。よしよし、トリいねえんだもん。嫌だけど当てる。トリいないこと気づきました。トリいない、トリいねえから。もうスタジアムでしか使えないの。ついに鳥が木の歌通りね、ロック調しか出てこないということに気づきました。あれ精霊も違うの。あ、精霊鳥だ、そうだそうだ、失礼しました。で、精霊とペンペンと、あとあいつだ、アメジスト。あ、アメジスト ね、でもやっぱ次の超重心再現的な鳥の可能性がこれどんな鳥だ、やばんないですけど、不死鳥っすよ、フェニックス。あ、木の枠で見たら、フェニックス鳥かもしれない。4号いるな、4号いるな。木の爆絶、鳥かもしれない、もしかしたら。木の爆絶、確かに鳥かもしれない。おっ、おっ、勝った。いやー、まだ勝ち残り早くないですか。よし、カメだらけ。こっから輪痛無双始まるよ。重いぜ、さんもあるしね。おっ、重力ない。おっ、これ往復できる。あ、やべえ、でもプロメテウス当たっちゃう。当たっちゃう、怖い。いきます、おい、おーい、あ、強い、あ、おーおーおー、100万出るぞ。おら、おら、やったか、これ、これ、これ、やったかな。やったか、これ。やった、臭いっすね。だってね、エナソーにも乗るからね。そう、エナソーにね。あー、6個も豆出てるよ。あ、でも強くね、友情。友情の方が強いよ、止めてる。あ、ワープ出た。あ、ワープ出たらやばいよ。ワープ出たらやばいよ。いや、大丈夫かな。いやー、やばいかもしれない。オッチオープ？オッチオープってやったの。マジか、これワープ無効できるキャラとかいるんだ。だいぶ前から。びっくりですね。びっくりですね。これなんて言うんだろうね。トンファーキックかな。気になるよ。トンファー殴り。これどうしよう、どうせるかな。あ、これ剣欲しい、剣。SS ボイス、トンファー殴り。剣。けーん、いえ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 、倒せ、倒せ、倒せ。あー、もうしょうがない。あ、けん、お、けん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 、よし、とっちゃっちゃい、よいしょ、よいしょ、よっしゃ、よっしゃ。で、これまたさ、順調に強くまた SS たまる。いや、4ゲージあるから大丈夫か、まだ1ゲージ目か、すればよしよし。あ、じゃあ、余力がいいんだろうよ。お、なんかちょっと持ってってるっていう。余力ぶりがあるけど、これエナサーがキラー乗るから、あ、それも見たいですね。強いのでは、エナサーを出して、持ってく。80万ぐらい出ましたね。強いじゃん。しかも片方爆発で出てますから、うん、やるよ、うん、やるよ。片方っていうか、まあ、自分の友情もあるのか。おー、いいね、いいね。2ターン切る、やべえ、強じゃん。うん、いいじゃん。あれ、これじゃあ次さ、筋肉ホーミングする。あ、筋肉ホーミング、ペロマル先生で3人、ペロマル先生でちょっとたまるんで。あ、じゃあ一回、あ、これこれ貫きてぇな。貫きてんだけどさ、でもここはやっぱりホーミングと、ホーミング打ちますか。次のターン任せます。でも次ビットなんで、そこでもまた強さを見せてくれる。強さ、それここでちょっと見たいですね。弱点なしでビットンもありの筋肉 SS。 おお、見たい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 。なんて言うんだろうな、ボイス。おらぁ、おらぁ、おらぁ、待って待って待って、お、お、え、お、やったか、これ、これやったか、あ、強い、やったか。え、なんかでも弾数でも100発出てる。100って書いてあったもん。やったか、これやったか、これ、え、これいいね。いつやったか、これ、やっちゃったな、これ、やったか、見る。え、これで、多分、私の予想では、あ、これ倒せないか。これ難しいな。あー、これは難しい。今やっぱ難しい。うん、これ今の3体倒せるのはアリス、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 うん、いや、倒せる期待してたな。俺一切期待しなかったよ。まあ、プロメテウスの SS 作る。操作もないです。レーザー、どうしよう。あ、で、あ、で、プロメテウスレーザー撃つの次。あ、プロメテウスレーザー、いや、プロメテウスレーザーもう一周取っときましょうよ。まあね、最後のフィニッシュになりましょう。いや、俺なんか D2 フィニッシュしちゃうんじゃねえかなって。
まあ分かるよ、気持ちは分かる。思っちゃってるんですけど。どうしよう。100点とかに当たったらもうえらいことになりそうですね。これは、それと、ネクロンに打つ。ネクロンに。え、これで終わんないっしょ、終わんない。いや、終わんないけど、打った方がいいと思うんですよ。結構ぐらいはする。じゃあ、黒い。雨強いのカウントだ。おー、20万5000。おー、まい。予想に行ったら100万ぐらい出てるね。200万ぐらい出てるでしょ。宮坊だよ。打ちまーす。はい、弱点目指そう。ビット座れちゃうかな。こっち普通にしようかな。そう、なんかこれコミュニティなんかこうやって出るからね。はぁーわーやめろー。この子ちょっと当たってる。あ、強いね。あ、強いわ。あ、え、待って、強いな。強いわ、これ。強いな、これ。強いな、これ。あ、これダメよ、これ。これもう終わって僕も SS 打ちたいです。余裕で終わっちゃう。僕も SS 打ちたいです。よし、ちょっと10としますね。はい、10ワン。10ワンはしてない。10ワンはしてない。これはしてない。これはしてない。よろしく。こっちだ。反対側。これ全部消えてったらウケるよ。シューッ。わかるわかる。あー、あれこれ、現住相手やばくない、このやばいセンスの威力。でも現住相手に300万近く出たってことは、普通に打っても300万ぐらい出るんですね。うん、出そうだよね。弱点拾ってたもんだけど、やっぱパワー型だから、ラム式だね。うん、うん、ラムもすごい威力だよ、ね。威力は多分これ相当高そうっすね。やったー、2ドロー。やっと、これでベルダンディが金化できるのでは。おできる。ハクは来るな。ハク来るのかこれ。いや、僕はチケットで来るのかな。いや、うん、まあここでハクが来たらちょっとやだな。それで来たらすごい発見じゃない。ハクは来るな、来るな、来るな。俺来ないから。なんかちょっと開示集したんだけど今。来るな。さあ、ということで、はい、バケモンじゃないかこいつ。いや、俺強いと思ったんですけど、普通に100円の尖ってるけど、まあ、やっぱりキラー L で、しかも貫通弱点ザクザクできるってのは強いね。うん、強く感じた。これは起爆絶、鳥じゃないよ、幻獣。幻獣だ。あるな、可能性。というわけで、多分次のね、あの木の爆絶は多分トトロとかですね。なんかトトロっぽいのいなかったっけ。あ、トトロっぽいのはいるね。トトロっぽいのはいるけど、トトロじゃないから。トトロじゃないよ。だから多分幻獣、幻獣かなだと思います。はい、そう、なんかストライクショットなんでホーミング弾にしたんだろうと思ってたんだよ。まあね、ランダー吹っ飛ばしだった。レーダーか、ランダーレーダー、ね、マジで爆絶怪しい気がしてる。で、神川本当あれなんかワンフェイとかついてたね、サバイオ上に。うん、それもエナサーになってしまった。まるっきり変わってしまったね。まるっきり変わってしまった、うん、あ、でもエナサー強かった。エナサー強かったっすね、キラー持ってるんで、うん、キラーエルだったから。これルシファーエルペジョ。うん、そうなんですよ。多分1万5000円、1万5000円、1万6000円ぐらいになるのかな。うん、ルシファー威力って言われてやばいね、なんか、うん、すげえ強く感じる。幻獣に対してはね、うん、というわけで、幻獣降臨お願いします。強かった。幻獣爆絶来たら、幻獣爆絶、幻獣爆絶、まあ、ウィンツー厳選します。はい、さあ、ということで、じゃあいつものようにその辺に PC からご覧の方は登録のボタンが出てると思いますので、気になった方は登録してみてください。そしてスマートフォンからご覧の方は下の方に登録用の URL とかボタンとかいろいろ出てると思いますので登録してみてください。そしてファミツアップチャンネルの他にも楽しい動画いっぱいあるんで、そちらもぜひご覧ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。バベルって聞こえた。バベル、バベル。あ、撮ってねえ。